待ってみんな、俺核出しちゃったよ。このカスタマイズでグラウでミシックだけど、世界大会のカスタマイズ最近紹介したじゃん。それともちょっと違う。田中90カスタマイズで。何が違うかはね、大体ストックなしつけてない人が多いんですけど、私はストックなしを採用した上で、この射程ガンブリのアークエンジェルを使ってるっていう、あんまりいないっすね。説明しよう。プロの傾向としては、ストックなしをつけてる場合、大体このテンピウスアークエンジェルではなく、射程距離を伸ばす効果が弱いが、その代わりエイム時間のデメリットも少ない。FSS をつけてることが大多数だ。逆にストックなしをつけてない場合だったら、レッドロットをつけて、テンピウスアークエンジェルをつけてるパターン。つまり射程と使いやすさに振った、このパターンが多い。つまり田中90カスタマイズは、良くも悪くも言えば中途半端なカスタマイズなのだ。まあ、ランクまでは刺さったんじゃね？後付け解説終わり。いや、でもね、強いと思うわ。だって、核出したんだから。ってことで、このカスタマイズ、核出した自慢動画となります。どうぞ。すいません、核出す1個前の試合からやっていいですか？というのも、実はですね、ずっと喋ってて、ブツブツ、会話の流れが続いてるんですね。しかも、この試合も、17連続キルぐらいしたんでね。見てください。これ、核歩くねえか。ねえか。うわー、3パだねえわ。マジで、2パと3パってガチで違えからな。あの人数では 1.5 倍だけど戦力差3倍ぐらい違う。マジで 3% それぐらい強い。 OK で UAV 入れてんだよな。これ誰か落としてくんねえか。誰か落としてくんねえか。 UAV これワンチャン核あるんだよ。うわ待って、台座が揺らいだ。 iPad の台座が今揺らいでる。これ iPad の台座が揺らいでるんだって。やばいやばい。今俺今10キロ以上の重たいもの、iPad、離脱、OK。台座が壊れた。今日、エイムがやばい。今、エイムがいきなり乱れてるのは、今のは俺のせいじゃないですよ。台座が揺らいどる。台座が。iPad、台座に置いてんだけど。いや、でも、揺らいでもなんとかなんな。OK。おい、うまくねえか、揺らいだ方が。揺らぎの男と呼んでくれ。これ、裏から湧いてる人。OK。裏から、これ絶対裏から湧いてる。これ100%裏から湧いてる。これ 100%。OK。やっての。これ核あるぞ、核あるぞ、核あるぞ、核あるぞ。俺これ核あるって。俺核あるけど全然アドバンス指いかす。オッケー。なんでキル取るんこれ。やばいだろ今のキルバックプリ。オッケー。やっての。オッケー。今のキルバックプリ全部キル取られたわ。オッケー。これやっての。やばい、死ぬ、ガチで死ぬ、ガチで死ぬ。これやって、裏は来たか。裏は来たか。これ核あるぞ、これ核あるぞ。まあ、11キルだから。オッケー、12キル13キルこれ逃げます。これちょっとごめんなさい、逃げます。これ何で逃げるかっていうと、裏脇弾ないんだよな、弾ないんだよな。これ武器怒ってない。これねえ、なんで怒ってないの。おい消えるの早すぎじゃねえ。これマジで ここで理不尽ぶち殺しして取るしかねえ。いやこれ穴使うしかねえさすがにな。オッケー、これで。いや、ガチで意味のないキルだよ、これ。俺意味のないキルだよ。オッケー。いや、これ撃つわ。これ撃つ、ごめん、撃って。これ、お前、下打ちしてるわけじゃないから。オッケー、これで。オッケー。やっての。オッケー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 。やるっしょ。死んでくれ。なんでこいつこんな、なんでこれ、なんでこいつ、はぁー意味わかん、マジで。なんでこいつこんな抵抗したの今。今なんでこんなスライディングしたの。さっきまで全然打ち合わなかったじゃん。もう意味わからん今のやつの打ち合い。意味わからんマジで。なんで最後だけいきなり上手くなったの。上手くなかったじゃん全然。なのもういらないよその上手くなるの。マジでいらねえ。せっかく、あの AK100 じゃない、エイム速度遅すぎだろ。しかもそもそも。ないわ、あれ。なんであの人あんな途中最後上手くなったの。途中まで全然痛くなったじゃん。なんかいきなりなんかさ、この壁で腰で打ち合うみたいな謎テクニック身につけてさ、いらねえんだよ、戦いの最中の成長するみたいなタイプ。ガチでいらねえ。うわ、アドバンス指出すの遅いよ。もっと早く出してくれよ。オッケー、これ、あ、これワンチャンあるぞ。これかっか、これワンチャンあるくね。俺、オッケー。俺、歩くね、ワンチャン。ワンチャンありませんでした。ということでね、この試合が核を出した試合になります。ファイアリングレンジ。割とこのマップね、核出しやすいマップだと思う。
やっぱ遮蔽物が多いせいであんま集中砲火食らわないせいだろうね。ということで後付け実況終わり、普通の実況に戻ります。いやマジでかくらして、これ味方はやるかもしんねえな。この決め打ちがなかなかいい決め打ちをしてた。これ美味しいぞ。まあ10キルして止められてねえから、まあマシか。でもこいつ突ってくんのよ、それスナイパーにしては。オッケー、オッケー、美味しくね。でこれワンチャンかかるね、 UAV 落とすか。互いに UAV に気づいたか。オッケー、上だろ。オッケー、オッケー、キネティック強えな。オッケー、オッケー、オッケー、強い。だって逃げてきたけど、これ角あるよね普通に。キネティック強えなやっぱ。オッケー、オッケー、これ角あるぞ、これ角あるぞ普通に。ちょっとなんか今日強いよやっぱ、強いよこれ。上から撃とう、上から撃とう。なんか拠点味方取ってくれてるしね、これ味方強いしワンチャンあるね。オッケー、やばい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 、オッケー、オッケー、アドバンス UA。 ふざけんな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 、危ない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 。これやってーの、オッケー。いやこれめっちゃいるじゃんここ、これ無理か。これバレてんな。これやっての。これ来るかな？やば。これやっての。これまだいるっしょ？やっての。音聞こえなくなってるけど俺は撃ててるか問題ないよ。オッケー。これ核あるよ。これ核ある。これめっちゃ核ある。弾がねえな、正直。オッケー。核あるよ、これ。正直。正直これ核あるよ。DL はいらねえ。これ、なんでユーボ落とさんのこれ。ユーボなんで落とさんのこれ。もう俺も拠点取ってねえからあんま言えねえ、今回は。OK。UAV2 回落として。これ、マジで無駄弾で撃てねえな。OK。これ、核あるんじゃね？これ、上バレてんだよ。上バレてんだよね、これ。そして弾もね。いや、スウォームってなんだよ、これ！スウォームいらね、スウォームガチでいらね。オッケー。オッケー。よっしゃ角出た、やべえ、うわー、あー、おいお前ら角出したぞグラウル、やべって、おい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 、お前ら絶望と落としてやるか。これが、アドバンス UAV 出した角ですよ。アドバンス U、 やばいこれ、やばいね、こんな、おいおいおい、俺には核があるぜ。いやーさて核出したし、こっから秒数稼いじゃおうかな。こっから秒数稼い、こっから秒数、アドバンス U 出されたし、もうきついんじゃないのかな相手は。アドバンス U 出されたし、まだ出さんでいいか。さてお前らに絶望というものを教えてあげましょう。これがアドバンス UAV ジョ、さて、時間がないのに、大丈夫かな？核の遅延効果もあるんじゃない？ね、なんでここから落ちんの？は？嘘でしょ？このゲームないわ、それは！俺の核、俺だけ核の演出見れないってこと？これ出し扱いだよな、さすがに。は？なんだこのゲーム？勝ててるけど、まあ、俺死にな、泣くねえか、さすがに。いや、空気読めよ、マジで。いやー、もうな、なんで演出見せてくれないの？負け戻せよ、もう一回、負けた、もう一回。いや、一番いいとこ見れてねえんだわ。ここでせめてキルカメで再現しろよ。そこどうでもいい。そこどうでもいい。そこ俺多分、俺がキルレ稼ぎに走ってたぐらいから。そこどうでもいい。
おおおお、見える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 、やったぜ。初めて見る。いや、なんでそこ、俺、その先が見たかったの。いや、その画面いいんだわ。その画面じゃねえんだ、まあいいか。もう、無双したし、ということで。俺は最強なんだよね。俺は最強。ということで、グラウ最強。お疲れ様でした。おっつ。ちなみに、田中教授、まだ SMG では一回も核出したことありません。やっぱね、アサルト以外だと難易度高くなると思う。アサルトが一番核出しやすいと思うよ。